それではご登壇いただきましょう。見事優勝、カーナンバー77番ティームエマティ&チャイナフューチャースピード、クインティン・ルー選手、おめでとうございます。第2位はカーナンバー39番ルーチェモータースポーツ、澤田龍生選手、おめでとうございます。第3位はカーナンバー55番 ERS ウィズサクセス、石部壮太郎選手、おめでとうございます。それでは3選手にはまず日本自動車連盟より盾が贈られます。皆さん足元の盾をお持ちください。はい、そしてトロフィーはどうしますか。一回足元置いてもらえますか。はい、じゃあまず盾で記念撮影を行います。クインティン選手、開幕戦2位からの第2戦優勝、嬉しくて車検場で飛び上がりました。2番手には澤田選手、前の混乱をうまくすり抜けて見事表彰台獲得。3番手石部選手は我慢のレースでしたけれどね、最後に運が転がり込んでまいりました。さあよろしいでしょうか。それでは続きまして、鈴鹿選手権のトロフィーをお持ちください。はい、それではにっこりと笑ってくださいね。はい、します。さあよろしいでしょうか。はい、それではスパークリングファイト。はい、おめでとうございます。クインティン横の澤田龍生にかけまして掛け合いになっております。はい、おめでとうございました。改めてご紹介いたしましょう。優勝クインティン・ルー選手、第2位澤田龍生選手、第3位石部壮太郎選手、おめでとうございました。